あのですね、今回はちょっとこの間飛行機に乗りまして、羽田空港、中部国際空港、福岡空港ね、8月の1日と4月31日、その2日間で利用するということがありました。この状況において航空便を利用することはなかなかないと思うんで、皆さんにその経験をね、お知らせすることは結構価値があるんじゃないのかなと、思っております。で、まあ、各航空会社ともに感染対策がしっかりやってくれてるわけなんですけども、降りるときにね、お客様同士の間隔を空けてくださいっていうふうなアナウンスをしてるんですよ。まあ、私はエアアジアジャパンに1回と全日空に2回乗ったんですが、その帰りの福岡空港から羽田空港まで乗ったね、全日空の機内の様子を見てもらいたいんですけど、まあ、今出てると思うんですが、こういうふうにお客さんがね、結構ギチギチに間隔を詰めて降りてるんですよね。で、キャビンアテンダントの方は、そういうふうに、通路に出て待ったりとかしないでください。で、それはみんなお客さん確かに、ベルトサインが消えた後もお客さんが通路にギチギチに並んだりとかしないようになってるんですけど、なかなかね、間隔を空けて降りてくださいっていうのはね、お客さんがやってる例がちょっと少ないなと、思ってまして。で、降りるお客さんは私プレミアムクラスの一番前のところでずっと見てたんですけど、最初のあたりはね、ずっともう隙間、空けずに、もう、今までのコロナとかやる前の状態でお客さんを降りてた。こういう状況において飛行機を利用するっていうことが悪いとは私は思わないし、旅行にね、行くのはちょっとダメだって言ってるような話もあるんですけど、しかしそうは言っても旅行でもう、観光地とかも疲弊してきてるじゃないかって話もあるんで、旅行に行くことをそのまま悪いとする、もう価値観を、変えていかなきゃいけないところもあるんだろうなと思う一方で、行くのであれば感染対策はきちんとしないといけないと思うんですよね。で、まあ飛行機がもともとに例えばLCC みたいな座席間隔の狭いやつで3列掛け3列掛けで降りるときだけ間隔を確保してもしょうがないんじゃないかって話もあるかもしれないですけど、実際には飛行機はガラガラなわけですよ。ガラガラの飛行機で座ってるときは間隔が空いてるんだけど、立って降りるときになると、前方の人たちなんか特にね、まあしょうがないっていうか、多分元からの習慣みたいなもんで、飛行機に頻繁に乗るような人たちばっかりなんだと思うんですよね。多分今乗ってる人たちってビジネス利用とかで。で、もう降りるときのなんかもう条件反射みたいなもんで、前のお客さんに続いてもうどん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 降りていくっていう風になってるから、だから間隔を空けるっていうのもなかなか染みつかないのかもしれないんですけど、ただやっぱりこういう時だからそこは敏感にならなきゃいけないんじゃないかなと思います。で、感染対策をきちんとした上での旅行は容認されるというような話を今してるわけですからね。で、それがやっぱりできない、うちは旅行もちょっと危ないということになるのかなというような気が私もしなくもないところであります。で、それからですね、この間ちょっとホテルに泊まったんですが、その時もね、バイキングのところがあったんです。で、そのバイキングが全部ラップがかかったらしいで、バイキング自体の感染対策がきちんとしてたんだけど、ただね、まあ、これはマスク警察みたいな風に言われたら申し訳ないんですが、マスクを、まあ、するじゃないですか、普段。で、暑くてもするじゃないですか。で、まあ、お食事の時はマスクはしないですよね。してたら食べられないから。だからそれは取るしかないんですけど、バイキングのところへ、に、取りに行く時は、マスクした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、その時は一回出して、マスクして、で、まあ、手も殺菌した上で、こういうなんか物を取るっていうのをやった方がいいんじゃないかと思うんですけど、あんまりね、殺菌のやつをね、たくさん、たくさんというか、やってる人はあんまり見ない。なんか、もう一回旅館の中に入ってしまうと、もう、その後なんかあんま殺菌しないみたいなね、人も多かったし、それから、多かったっていうか、なんか、旅館の中にいっぱい、殺菌のやつ置いてあるんだけど、こまめな殺菌をするってことはね、あまりしてなかった。他の人が触れるようなところに自分が触れたらば、その都度殺菌するというようなことをやってる人あんま見られないんじゃないかなと思ってね。で、それからあとはね、もう一個なんかあったんです。あ、そう、やっぱりまあ、飛行機の中も、それからバイキングのところもそうだったんですけど、咳をしてる人が、まあ、いたんですよ。で、咳ってのは、まあ、割と日常的にあるもんで、別にそんな、なんですか、コロナにかかっている人だけがすることじゃないと思うし、健康な人であっても咳するってことあると思うんですけど、むせたりとかね。だから別にそれで、わ、あいつ咳してるから危ないっていう話じゃないんだけど、ただ、まあ、やっぱりでもそういう人も存在するわけですよね。で、咳をそこで、するようなことがあるんであれば、やっぱりそこでマスクしたり、間隔を空けたりしなきゃいけないんじゃない。で、それが、現実としてできてないということがあるから、それはやりましょうということね。で、旅行するときは、3つの密を避けるということを、もうよく言われてるわけですけども、やっぱり私も、密を避けるためにいろいろやっております。まあ、例えば、新幹線グリーン車にするかね。まあ、最近はもうグリーン車も普通車もついてますけど、別にそれはまあ、グリーン車にしなきゃいけない、他にも方法はいろいろあると思うんですよ。とか、例えば、混雑している、場所に行くのはやめるとかね。すごい人が密集するような観光地とか、まあ、例えば人気の観光列車とかであっても、
ちょっとすごい、その列車にね、すごい混雑が見られると言うんであれば、その列車に乗ることはちょっと諦めておくとかね。そういうことをいろいろやって、なるべく密を避けながらの旅行をするってことを、もっと厳しくやらないといけないんじゃないかなと。じゃないと結局ね、旅行、今行かないと旅行業が死んでしまうっていう話はそうなんですけど、今感染が広まっても旅行業は死んでしまうと思うんですよ。だから、広げないように、うまく対策をしながら旅行しなきゃいけないんで、もっとそこのところを厳しく考えていきましょうって話。で、ちなみにですね、この話の終わりなんですけど、全日空のね、その飛行機に降りていく人たちが、あるタイミングからね、間隔を、空いて降りるようになったんですよ。それを私はずっと一部始終見てて面白かったんですけど、キャビンアテンダントの方がね、皆様本日はお急ぎのところ、コロナウイルス対策のため、ソーシャルディスタンス確保いただきまして、ありがとうございます。確保なんかされてないんですよ、機内でね。されてないんだけど、キャビンアテンダントの方が、ソーシャルディスタンスの確保いただいてありがとうございますっていう風に言い出した瞬間、お客さんの感覚が空いてね、それですごい模範的な降り方になるようになりましたね。皆様お待たせいたしました。本日はお急ぎのところ、新型コロナウイルス感染防止のためのソーシャルディスタンスにご協力いただきまして誠にありがとうございました。ちょっと気をつけてお帰りください。みんな最初からそれやってくれればいいんだけど、なかなかやっぱりこういう状態であっても人間は人の話を聞かないってことがあるんですよね。だから私もそうやっぱ、多分ね、実際にはここでこうしなきゃいけないのに感染対策が不十分だったってことあるんじゃないかなと思うんで、なんかそういう風になってしまった人を非難するんではなく、自分がなんかやってるつもりだったけど気が抜けちゃって、感染対策が足りてないとこあるんじゃないかなっていうのを常に注意深くなりながら最初の注意を払って旅行しなきゃいけないということをね、皆さんよく覚えておきましょう。まあ私はまだ当面の間は、企業案件のみの旅行ということにしようと思うんですけども、まあ、一方でその点も、ね、よく注意するつもりでおります。では、どうもありがとうございました。